皆さんこんばんは。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山愛です。今日も日記動画にします。イエーイ。これはお風呂上がりのお姉さんの様子です。でちょっとさ、手前右の方にさ、大きいものが届いてますが、なんとなんとロックミシンというものを買っちゃいました。ロックミシンっていうのは なんだろう、お洋服とか作るときに縫い代の始末をする専門のミシンで、ずっと買おうか悩んでたんですが、最近お洋服作りが激アツなのでついにゲットしました。もう大きくてお部屋が圧迫されてますが、ちょっと開けてみましょう。はい、ごそごそ、ちょっとこの角度お姉さんに似合うわ、一瞬だけね。はい、じゃあちょっとね、大きいしまだすぐ使わないので一回しまいます。それで昨日お洋服、最近作ってたお洋服完成したって言ったんですが、合わせて同じ布でヘアバンド作りをしてました。あの動画上げた後、夜中の12時から4時とかまで作業してたよでまだ完成してない。明日には間に合わせます。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございます。じゃあまたねー。